セルヒオオスメニャは、フィリピンの政治家。第四代フィリピン共和国大統領。米領フィリピン自治領時代では2番目の大統領。1944年に65歳で大統領に就任。これは、ロドリゴ・ドゥテルテが2016年に71歳で大統領に就任するまで、同国の最高齢就任だった。セブ州知事、フィリピン会議員検証代議長。 そして、上院議員兼議長代行を務めた。1935年、マニュエル・ケソン上院議員の大統領就任の際、副大統領に就任、1941年の再選を経て、1944年に自身が大統領に就任するまで務めた。1878年にセブで生まれ、サンフアンデレトランカレージに学び、後に、 生徒マス大学で法学を専攻する。米西戦争の影響で学業は中断を余儀なくされたが、1903年に最高裁が司法試験の受験を認め、自席で合格した。1900年、自らが創設したセブの日刊誌、エルヌエボディアにおいて平和的手段を通じた独立運動を推進。1904年、セブ州知事に就任。 1906年、独立を綱領とする政党禁止令解除後の民族主義政党の合唱連行により結成された国民党の初代党首となった。1907年の第一回総選挙で国民議会議員に当選。1916年の任意政議会では会員議長に就任。1923年には上院議員に選出された。 1933年、独立施設団として尽力したアメリカ議会のヘアホーズ・カッティング法は、マニュエル・ケソンの反対により、フィリピン議会で批准されず、タイリングス・マクダフィー法を持ち帰ったケソンが1935年のコモンウェルス成立時の大統領となり、その下で副大統領となる。1944年8月にアメリカでケソンが病没したことにより、 亡命政府の大統領に昇格した。1944年10月23日、ダグラス・マッカーサーと共に、レーテ島のレーテ湾に帰還して、タクロバンでコモンウェルス政府の復活を宣言。1945年2月27日、マニラに帰還した。戦後初の大統領選でマニュエル・ロハスに敗れ、政界を引退した。百六十一年十月十九日、 83歳で死去。1967年以降、2018年現在に、至るまで50ペソ紙幣に肖像が使用されている。息子は、元上院議員のセルヒオ・オスメニャ・ジュニア、孫は、元上院議員のセルヒオ・オスメニャ3世、元上院議員のジョン・ヘンリー・オスメニャ、元セブ州知事のリト・オスメニャ、元セブ市長のトーマス・オスメニャとセルヒオ以降、オスメニャ家は、 政治家が相次いだ。ありがとうございます。